最新情報ながらでキャッチアップ、ラジオ感覚放送毎日 AWS。 おはようございます、サーバークスの加藤です。毎日たくさん流れる AWS のアップデート、電車に乗りながら、ご飯を食べながら、ちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう。放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサバはにて投稿お願いします。では早速最新1日のアップデートを見ていきましょう。今回は7月1日、9件のアップデートがありました。一つずつ見ていきましょう。まずは一つ目。AWS App2 コンテナを発表。アプリケーションのコンテナ化と AWS の移行ツール。はい、最初は App2 コンテナという新しい CLI ツールをご紹介します。こちらですね、オンプレや仮想マシン上で動いているアプリケーションをコンテナ化してくれるっていうようなツールになっています。オンプレとか仮想マシンで動いているアプリケーションのインベントリー一覧を作って、でそれの依存関係まで含めて、ランタイムとか、関係するパッケージとかっていうのをまるっと含めてコンテナ化して、 ECS だったり Kubernetes ポット定義っていうのを生成して、でデプロイまでやってくれる、そんなツールになっています。ちょっと後ほど詳しく解説していきます。では次行きましょう。 AWS データシンクエージェントが Linux KVM と Microsoft Hypervisor をサポートということで、データシンクのエージェントのアップデートになります。今まで VMware や EC2 で動かしていたエージェントが Linux 環境や Windows のベースで、Linux や Windows ベースの環境でも動かせるようになったよというアップデートになっています。でデータシンクはストレージサービスに向けてとか、あるいはストレージ AWS のストレージのサービスからデータをコピーしたりっていうのができるようなツールになっているんですが、エージェントを立てて、そのエージェントがファイルの転送作業を行ったりします。そのエージェントが Linux、Windows ベースの環境で作れるようになったよっていうアップデートになっています。はい、では次行きましょう。 Amazon MQ が ActiveMQ バージョン 5.15.12 をサポート。はい、 Amazon MQ、 Apache ActiveMQ 向けのマネージド型メッセージブローカーサービスになるんですが、こちらが 5.15.12 というバージョンを出しましたというアップデートになっています。 5.15.10 が以前のバージョンだったんですが、こちらからのパッチアップデートになっていて、いくつかのバグフィックスと改善を含んでいるという形になっているようです。では次行きましょう。 Amazon SES が東京リージョンで利用可能に。はい、メール送信を行えるサービス SES ですが、ついに東京リージョンに来ましたというアップデートが来ています。今までオレゴンなど別のリージョンで動かすのが必要でしたが、今回のこのアップデートによって東京リージョンでも SES が使えるようになりました。ただ今朝方見てみた感じでは VPC のエンドポイントはまだないみたいなので、まあネット経由で使うような形になるのかなと。でさらにですね、東京リージョン以外でもアメリカのオハイオ、アジアシンガポール、アジアソウルリージョンでそれぞれ使えるようになっているようです。はい、では次行きましょう。 AWS データシンクが Amazon クラウドウォッチログスの設定を自動で行えるように。またデータシンクのアップデートになりますが、ロググループの生成やデータ転送ログの発行のために必要なポリシーの生成などを自動で行ってくれるオプションがついたようです。これによってデータシンクに関してモニタリングのセットアップが簡素化されますというアップデートになっています。では次行きましょう。 Windows インスタンスを簡単にカスタマイズできる EC2 ローンチ V2 を発表。はい、今度は EC2 ローンチのアップデートですね。こちらは AWS が推奨する Windows インスタンスの設定を自動で適用してくれるようなものになっています。EC2 コンフィグとか EC2 コンフィグですねっていうのがあったんですが、それを置き換えるようなものになってきていますが、インスタンスに関する情報をこうレンダリングした新しい壁紙作ってくれたりとか、コンピューター名を設定してくれたりとか、あとは EC2 のシステムログの出力、シスプレップ処理などなどを行ってくれていたんですが、今回新たに V2 として出てきたことで、ローカル管理者ユーザー名の変更などいくつかの新しい機能が追加されているようです。でこちらですね、 SSM ディストリビューターを使ってインストールができるので、既存インスタンスに適用したい方はそちらからやっていただくと楽なんじゃないかなと。でまた、
プリインストール、このローンチ V2 がプリインストールされた AMI も用意されているようです。まあ、プロダクションユースには使わないでねっていうふうに書いてあったので、まあ、ローンチ V2 が実際ちゃんと想像した通り動くかとかテスト用に、こちらの AMI を使ってみいただくことも可能なようです。はい、では次いきましょう。 AWS アップシンクがサーバーサイド API キャッシュ機能に 12X ラージサイズのインスタンスを追加。はい、GraphQL のマネージドサービスになるアップシンクですが、こちらキャッシュ機能を追加することができます。まあ、実態としてはエラスティキャッシュのリリースインスタンスが立つみたいですが、そちらのインスタンスサイズとして新たに 12X ラージが出たようです。 12X ラージになるとメモリサイズが 317.77GB っていう、まあ、かなり大きなサイズになってくるので、まあ、結構大きなワークロードでも使えるんじゃないかなというようなアップデートになっています。はい、では次行きましょう。ポーティングアシスタント4.net が利用可能に。はい、ポーティングアシスタント4.net、こちらはですね、.NET フレームワークアプリケーションをスキャンして .NET コアとの互換性を評価してくれるような、サービスというかツールになっていて、アプリケーションを、まあ、.NET フレームワークだと Windows 環境でしか動かないんですが、 .NET コアであれば Linux の環境とかでも動かせるようになるので、アプリケーションをこう Windows 環境から Linux に移植したいっていうような時に簡単にできるようにする分析ツールとして発表されましたという形になります。はい、では次、最後のアップデートになります。 Amazon コンプリヘンドメディカルが関係抽出機能を病状に適用できるように。はい、コンプリヘンド、自然言語処理のサービスですね。こちらのメディカル、コンプリヘンドメディカルというものがあります。これは構造化されていないこう医療関係のテキストの処理が行えるようなものになっていて、患者さんの診断内容だったり治療とか投薬量、どれぐらいの量投薬されているかとか症状どんなかみたいなことを情報を特定してラベリングしてくれるっていうようなサービスになるんですが、こちらに関係抽出、リレーションシップエクストラクションという機能がありまして、エンティティ同士の関連付けっていうのを行うことができるサービスというか機能になっています。で、今まで投薬とか検査の中身、治療手順みたいなエンティティに対して提供していたんですが、今回病状に対してもそれが適用できるようになったというアップデートになっています。ちょっと分かりにくいので例えを出すと、アップデートに書いてあったんですが、左胸の痛み、レフトチェストペインですねっていうような病状があった時に、痛みというのがその実際の病状であると。で、左っていうのは方向で、胸っていうのは解剖学的な位置を示しているわけですが、これら今まで別個にエンティティとして保持をしていたんですが、今回のこの関係抽出機能の適用によって、それぞれが関係性のあるものとして関連付けて保存されるようになったというようなものになっているようです。はい、ということで以上9つアップデート見てきました。ではここから、新しいリージョンで使えるようになったサービスを確認するリージョンアップデートを見ていきましょう。まずは1つ目で、ヨーロッパパリ、ヨーロッパストックホルム、カナダ中央リージョン、南アメリカサンパウロリージョン、アメリカカリフォルニアリージョンの5つのリージョンで AWS アップシンク、続いてアジア、香港、中東、バーレーンで AWS コンフィグのマルチアカウント、マルチリージョンデータ集約と高度なクエリー機能がそれぞれ利用可能になったようです。はい、今回は複数のサービスがというよりはいろんなリージョンでアップシンクと AWS コンフィグのアップデートが使えるようになったよという形になっています。さて、内容を確認してきました。今回はですね、アップトゥーコンテナをピックアップしてお話ししていこうかなと思います。はい、AWS のクラウド移行の考え方でリフト&シフトというものがありまして、まあ、アプリケーションをそのまま一旦こうクラウドに上げて、まあ、大抵オンプレミスからクラウドに動かすときに、オンプレミスではそう仮想サーバーで大抵動いているので、それをそのまま一旦 EC2 とかに動かして、でその後、コンテナだったりラムダだったりみたいな AWS っぽい構成にこう置き換えていくっていうような、リフト一回持ち上げてシフト移行していくっていうのを AWS は言っているんですけれども、これを一気通貫してサポートしてしまうっていう、なかなかこうチャレンジングというか面白いツールが出たなっていうような印象でした。 ECS とか EKS にそのままポンと今まで動かしていたアプリケーションをデプロイできるっていうのは非常に面白いところですね。
で、ちょっと詳しく見ていくと、まず、Windows サーバー、Linux サーバーどっちでもいけて、ただ対象が .NET や Java のアプリケーションのみになっています。なので、例えば、まあ、Python で作ってるこう Django のアプリケーションとかみたいなのはまだ対応はしていないみたいですね。で、それらが動いているアプリケーションサーバーに、選べる CLI とかが使えるように、まあ、権限だったりツールのインストールをして、あと Docker をインストールしてあげた上でこの app2 コンテナをインストールすると。それで準備は完了で、その後は、app2 コンテナを使ってまず分析の処理をかけます。どんな、アプリケーションが動いているのかっていうリストを作って、でそれの依存関係の分析を行って、でそれをコンテナ化して、で最後デプロイコマンドを打つと、もう AWS に直接デプロイまでしてくれるっていうものになっています。ですね、クラウドフォーメーションテンプレートを最終的には生成して、 ECR のイメージ、あとはタスク定義、 ECS に使う場合はタスク定義、Kubernetes 使う場合にはデプロイ設定の YAML の生成までしてくれますし、さらにコードスターを使って CI/CD のパイプラインまで勝手に作ってくれるみたいです。なので一回 Docker 化してあげてしまえば、そこから開発も、まあ、コードスター使って簡単に行うことができるということで、これを使うことによってオペレーションによるオーバーヘッド、インフラコストを下げることができる、あるいは開発デプロイのアジリティが上がる、組織全体でビルドやデプロイのプロセスを標準化できるみたいな、いろんなメリットがあるよっていうことが、公式のドキュメントにも書いてありました。でまたですね、コンテナにするっていうことで、まあ、ちょっと AWS エンジニアでこんなこと言うのもあれなんですけど、まあ、ラムダ化するとかっていうことを考えたときに、どうしてもそのサービスというかクラウドサービスへのロックを心配する方とかもいらっしゃると思うんですけど、まあ、とりあえずコンテナになるっていうだけの形ではあるので、 AWS に完全にロックされないという意味では使いやすさも割と高いんじゃないかなというふうに思いました。はい、ちょっとまだ動作確認とかできてない、あと純粋に僕があまり .NET とか Java のアプリケーション書いたことないんで、ちょっとテストどうしようかなって思ってるんですけど、まあ、ちょっと触ってみようとは思うんですが、ですね、うまく動くようだったら非常に使い勝手のいいツールになるんじゃないかなと思います。もしですね、その .NET Java のアプリケーション書いてるよっていう人とか、コンテナ化してみたいよっていう人がいらっしゃったら使ってみるといいんじゃないでしょうか。ということで今回の毎日選べるさは以上になります。繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサバワにて投稿お願いします。また次回毎日AWSお楽しみに。ではでは。